入れていきます。ちなみに、肉入ってないです。今日からというか、以前もやっていたんですけど、ちょっとベジタリアンになろうと思っていて、魚と鶏肉、どうしよう、魚まで食べるようにします。牛、豚、鶏はちょっと控えるようにしていきます。宗教上の理由とかではないんですけども、なんか高校の時に2年間してて、それですごくそっちの方がなんか自分の食生活が合ってて、確かにたまになんかみんなで食べに行く時とかに、その僕肉食べれないんですっていうのはちょっとなんていうんですかね、その場の雰囲気を壊しちゃいそうで食べてたんですけど、もう家で食べるのは全て草食系、お好み焼きの中には卵とか鰹節とかも入ってるんですけど、その肉しい肉以外は何でした、ちょっとベジタリアンになろうと思います。ちょっと今日からまたしばらくベジタリアンになろうと思います。と言っても多分外食に行くときは厳しいとは思うんですけども、小籠包とか食べたいので、ただできる限りしていこうかなと思います。ちょっといろいろ理由はあるんですけど、そうですね、一つは健康上の理由っていうのもあります。少し菜食の方が体にすごく合ってるので、実際高校の時も2年間は高2、高3は菜食主義者だったので、そうですね、別に食べちゃダメってわけじゃないので、そこまで厳しくはしないんですけど、野菜を中心に食べてみます。健康管理のためにも。どうなんですかね。なので豚肉も鶏肉も牛肉も何も入ってないお好み焼きです。シーフードも入ってないです。もうただ単にただただもうキャベツ入りクレープみたいな、キャベツ入りお好み焼きみたいな感じです。さて、繰り返そう。大体これで下をちらっと見て、お、いけてるいけてる。これが難しいんですよね。ちなみに僕が作ってるのは多分九州風お好み焼きだと思います。住んでいたのがもともと福岡なので、広島風お好み焼きに近いかと思われる方もいると思うんですけど、意外とそれは関西に似ていて、そうですね、福岡、僕の実家では関西風お好み焼きがお好み焼きと言われて食べられていました。よく週末とかになんか食べていた記憶があります。火弱いな。この、IH でもないんですけど、火でもないんですよね。火事を防止するためみたいな。あ、キャベツも取ってほしい。なのでちょっと火力が弱いですね。やっぱりそういうのはやっぱお好み焼き屋さんの火力ってすごいですよね。なんか広島によく行くんですけど、もう多分3、4回は行くかな、もっと行ってるかも。で、そこでいつも食べるお好み焼き屋があって、それが電光石火ってお店なんですけど、そこのお好み焼きは本当に美味しくて、広島駅降りてすぐのところなんですけど、なんか7回か6回ぐらいあります。よし、うわー難しいな、てか緩いな多分。では行きます。うわー失敗するかも。まあ成功でしょ。てかもうちょっと焼いてよかったですね。はい、こんなところで、じゃあお好み焼きはアメリカでも作れますということでした。じゃあねー。